はい、どうもこんにちは、元です。本日はですね、大人気リザードンの価格帯について調べてきたので、参考程度に聞いていただけると嬉しいです。リザードンといえば様々なカードたちがありますが、まだ手に入れやすいカードたちを紹介していきたいと思っております。私事ですが、今年でチャンネル登録1500人を目指しております。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは紹介していきます。購入は自己責任でよろしくお願いします。1枚目はリザードン V スター SAR です。メルカリでの高値では約2400円での取引がありました。購入総的には1700円から2300円での取引がありました。2枚目はリザードン V SSR です。高値では7000円での取引がありました。購入総的には4000円から6700円での取引がありました。3枚目はリザードン V MAX SSR です。高値では約1万700円での取引がありました。購入総的には7700円から1万200円での取引がありました。4枚目はポケモンカード151リザードン EX SAR です。高値では1万2000円での取引がありました。購入総的には8500円から1万1500円での取引がありました。5枚目はリザードン V スペシャルアートです。高値では1万1500円での取引がありました。購入総的には8000円から1万1000円での取引がありました。6枚目はシャイニートレジャーリザードン EX SAR です。高値では1万1500円での取引がありました。購入総的には9500円から1万1000円での取引がありました。7枚目はリザードン25周年です。高値では約1万6000円での取引がありました。購入総的には1万500円から1万5600円での取引がありました。最後は国連の支配者リザードン EX SAR です。高値では1万6000円での取引がありました。購入総的には1万1000円から1万5000円での取引がありました。シャイニートレジャーのリザードンや151のリザードンは大量再販があったのに価格帯を維持しているのはすごいですよね。個人的には国連のリザードンがイラストがかっこよく、備品を何枚もコレクションしたいカードかなと思っております。皆様はどのリザードンが好きですか？コメント欄よろしくお願いします。今後ポケモンカードに関する情報発信していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。